ディアドムスは日本の競争馬。主な勝倉は2014年の全日本2歳優春と北海道2歳優春、2017年の勝島王冠。2018年のホーチオールスターカップ。2013年のサマーセールに上場され、ディアレストクラブに315万円で落札された。デビューは6月21日の東京競馬場の芝1600メートルの2歳新馬戦。 後方から追い込むも8着に敗れる。2戦目芝1800でも10着に敗れる。3戦目の8月23日の札幌競馬場の2歳、未勝利戦を2着に5馬身つけて初勝利を飾った。なお、この時の勝ち時計は札幌ダート1700メートルの2歳、コースレコードであった。秋に入り、10月18日のプラタナス賞は5着に、敗れるも、 11月6日の北海道二歳優勝は、後一位追走から鋭く伸びると最後は後続に四馬審査をつけて、重賞初制覇を果たす。そして12月の全日本二歳優勝は六番手追走からゴール前で、タップザットと共に抜け出して最後は、タップザットに一、二馬審査つけて J プニー初制覇を果たすと共に、安城の三浦高生にとっても初の、 GIQ 競争初制覇となった。初戦のヒアシンスステークスは4着、ドバイに遠征し、UAE ダービーに挑むも8着に終わる。帰国後は、ジャパンダートダービーに出走するが11着と大敗。レッードステークスでは4コーナーで競争中止し、この年を終える。2016年6月の爆臭ステークスで復帰するも8着。その後も勝ちきれないレースが続いていたが、 2017年1月のアレキサンドライトステークスを制し、2年ぶりの勝利を挙げる。しかしその後は惨敗続きとなり、2017年7月26日付で JRA 競争場登録を抹消され、大井競馬場の森下純平9社に移籍した。南関東移籍初戦の東京記念は6着に終わったが、2戦目の埼玉新聞映画賞で2周目。 三コーナーから勝ったカンムルと競り合いの末、花さ二着と抗争すると続く、勝島王冠では二着に四馬審査をつける圧勝で、移籍後初勝利を挙げた。次戦の放置オールスターカップでも勝利したが、その後は OB 戦を一勝したのみで、重傷は未勝利に終わり、2021年の放置、オールスターカップを最後に現役を引退。引退後は、 軽種場育成調教センターの研修場となる。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。